すり鉢山は東京都小笠原村、硫黄島にある火山。太平洋戦争時に日本軍がトンネルを掘って拠点を作り、米軍と戦った場所として知られる。硫黄島の南西端に位置し、硫黄島の火山活動で形成された安山岩室の火災球である。山名はすり鉢を伏せたようなその形状に由来し、別名のパイプ山は山頂部から立ち込める。 水蒸気及び硫黄ガスが硫黄島本体を含め海上から見ると、あたかも喫煙道具のパイプをくゆらしているように見えることからに由来する。太平洋戦争における硫黄島の戦いの時は激しい戦場を化かした。日本軍はもともとはここを拠点として活動していたため、このすり鉢さんが陥落するということは戦いに負けるということを意味していた。 三体内部は七層に繰り抜かれ、最大20センチメートル口径の砲を配備する砲台陣地となっていた。この戦いによって、海側の火口壁はアメリカ軍の艦砲射撃を受けて崩壊している。硫黄島の他の場所同様、現在でも多くの遺体が途中に眠っているとされており、未だ見つかっていない遺体もある。頂上及び山毒にはこの戦いを後世に伝える。 アメリカ軍の記念碑、戦没者検証碑などがいくつも設置されている。アメリカのアーリントン国立墓地にある米海兵隊戦争記念碑は、硫黄島の戦いの際に、この山の頂上に掲げられた正常旗をかたどったものである。詳細は、硫黄島や硫黄島の戦いの項を参照されたい。ABC、日本の主な山岳標高、更新内容はこちらをご覧ください。 国土地理院2016年5月11日閲覧現地測定に伴う標高変更で1 6 9メートルから1 7 0ルと1メートル、高くなった。ありがとうございます。